やめろ。なんでこんなことするんですか。あんたは横澤さんが好きなんだろ。おい、何をどう聞いたのか知らねえが、勝手に自己完結してんじゃねえよ。俺が好きなのはてめえだって言ってんだろ。そこまで言うなら認めろよ。お前俺のこと好きなんだろ。これだけ俺が好きって言ってるのに何か不満でもあるのかよ。まだ足りねえって言うなら、あとどれだけ好きならお前は俺を受け入れる。小野寺、覚えておけ。お前に婚約者がいようといまいと、俺は先輩律好きだ。